さあ続きやっていきましょうか。バイオブレッジ。あーやべ、喋り始めて喉がキュウリで。はい、で前回ハンゼンベルクコーチ、ハイゼンベルクコーチで、まあとりあえずね拠点に戻ってきたところからだったんですけど、まあ続きでねちょっと急いそうと中身駆け巡っていこうというふうに思います。なんかここはなんかもうすでに歩いてるのがいたんだ。いたらこう青赤いで、ここはなんかいるのか。あーいるな、出てくるな、どっかから出てくるな。ただこれ透明になってるから敵が出てくる。あ来た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 、おっぱい、あちくちくくりくり、ちくびくりくり、めちゃ避けたがってる、ちくびくり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 、オッケー、結晶化した機械心臓。心臓が売れるってね、あっちょっと待って、はい、でこれでカチャコ。えい、結局なんだかんだでこの武器が一番強いんですよ、ね、またかよ。おおそうだ、来るんだって、忘れてた忘れてた、あぶれぶれぶれ、逃げろ逃げろ逃げろ。ここは意外とね来るのが早いんですよ、早いんですよね。開けてで閉める動作なぜかしなくて勝手に閉まってくれている。いる、あいるね、削れてる。あれ、あ消えていなくなった。削れてるけどいないんだよね。つまり何かが起こって、何が起こってんやろ。まあいいや、よし。でこれ塔拾って、なんか見たことのない工場の世界。あなんだ、ここに来るのか、しまったな。ここに来るんだったら前回バックまで進めて終わっておけばよかったね。エレベーターとりあえず上にカチャコンってやって終わりますみたいな、そんなノリノリしとけばよかった。じゃあとりあえず呼び寄せて、イデオデューク、ここでさ、デュークもさ、何が起こってるんでしょう、おっほっほみたいなこと言ってくれたら面白かったんですけどね。あなたが呼び寄せたんですかって、仰せのままにご主人様。さてここからは、これも登ってきてるんで、登ってきてるんだけど今から行くのは地下帝国。先は長そうだ、そうなんだな、地上まで登っていくのがねすごい大変なんだよね。だってさ、1階にいてさ、ハイゼンベルクに突き落とされてさ、でさらにそこからウォータースライダーでインディ・ジョーンズやってさ、でどこまで地下降りてってんだって話だもんね。まあしかしこういう工場が要するに一人で作ったわけでしょ、まあ、誰かと一緒だったら、もしかしたら地味にライバルとかみたいな、最終的にここの工場も爆破するから、ここでいくらゾルダードを落としたところで意味はないザンスなんだけどね。どうしようか。ガキで。愛情なんてお腹は痛めてないけどガキで。これっぽっちも。あいつには人間的な感情なんてない。もまあそうだよね。じゃなかったらね、人の心臓、目の前にいた。人の心臓を握りつぶしてね、美味しくいただくなんてことしないはずだもんね。地下帝国で働いているペリカ頑張って稼いで。うれれ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 。ペリカって日本円に直すといくらなんだっけ、忘れたけど、あそこに出てくる焼き鳥とか妙に美味しそうだもんね。やった円って書いてある、ペリカじゃない。ここで拾えるのはレイなんだけどね。で進んでいって、あと何体ぐらい、でもこんな地下帝国掘る、この地下帝国を掘らせて何がしたかったんだろうな。この屈折機とかさ、掘削機か、屈折はせえへん、屈折機とか、あれで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 れ、はい、どうぞ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 、動けないね。まだ行ったね。お前に私に手出しはさせない。私がクリクリしてやろう。で、開いて、開いて、結んで、結晶かけら結んで、と、あと何かアイテムあるか？このマシンは一体何なんだろうな。あーめっちゃ、あーもうなんか広いからめんどくさいねえ。あっ、おぉ。なんか目の前に円盤がふわって浮いてきた。特にないかな、もういっか。行こう。さあ、行こう。風に乗って。あー、目がチカチカする。工
場は工場らしく暗くなってたらいいのにさ、そう ならないのがこのね裏の世界が見える恐ろしさだったりするよね。クォーツクォーツケイ、よし、じゃあこっち進んでいきましょう。ガチャコン、あー出た、ここか。あれだね、飛びます飛びますがいっぱい出てくるところね。3人くらい出てくるんだったっけ。どのタイミング、なんかすごいあれだね、タービンが回ってるからかさ、なんかすごい廃材がなんか浮いてるよね。こういうのまで見れるんだね。だから廃材はよくよく見たらこうなってるんだぜっていうのをちゃんと表してくれるっていう感じなんだな。ロボット言ったら来た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 、さあ彼らのおっぱいをクリックしてる。うるうるうる、気持ちいい、ここが気持ちいいんだろ、ここが気持ちいい、やばいやばいやばい、あちょっと待って、気持ちよすぎてこっちが行きそう、行き当てそう、来るな来るな来るな、あれもう一体どこ行った、うら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 ディーンディーン、待って待って待って、違う、意外とやりよる、くそー、ノーダメできたかったぜ。ノーダメ縛りでもやってみる、2周目とかで、あのこれダメージを食らったらなんかこうその場でダメージを食らうまで進めていって、ダメージ食らったらあのそのパート終了みたいなね、30秒で終わったりして1パート30秒で終了のお知らせみたいな、終わらない、あのだからドナ戦とかだったらさ、一回もダメージ食らわないからさ、あれ。だって、デッドオアライブじゃないですか。特にベビー戦なんかね。ってなれば、あの、ねえ、なんか40分とか50分とか、そのくらいやってそうな気がするけどね。これやっぱマシンツアーでピチッてやった方が早いのかな？全然当たんねえな。オッケー。で、あと、あれ？これで終わり？もう一箇所を破壊するところがあるんだけど。で、これで終わらない。あれ？終わらない。めっちゃ上から落ちてきてる。あれ？終わらないな。あれ？あれ？なんか残ったっけ？どこや？ん？あれ？これなんかまずった。下3個、ああ、ここ、ど真ん中にいるやん。にゃ、オッケー、キュイーン。あれ？これ、ゾルダードジェット2体しか出てこなかったっけ？荒い感じ、ふーんって荒い感じになってる。よし、じゃあ戻っていきま、これ戻ってるのか進んでるのかどっちなんだろうな。まあでも登ってるってことは、ね、工場あれの登戻ってってることなのか、拾ってスナイプルバイフォーテッ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 、めっちゃ蛇行運転で、ここは違うね、関係ないだよね、だよね、こっち登っていき出す。そうなんだよな、こうなんかバイオってなんていうんだろう、これから出てくるボスの解説っていうのをさ、先にやってくれるパターンと後になるパターンとってあったりするよね。ゾルダートパンツァー、パンツァー絶対防御だって、いつ出てくるんだ、楽しみだな。そこ自体が剥離することがあるため要改善。まあそうやって改善されていくことでね、製品ってのは良くなっていきますからね。これは本当にあれなのかな、ハイゼンベルクとしてはマザーミランダをぶちのめすためだけに作ったあれなのかな、それともなんか他に目的用途があってのことなのかね。やることによってなんかお金持ちになる、まあ、ミランダをぶち殺した後のね、生活のことも考えていかなきゃいけないわけだからね。ぶち殺すじゃん。その後、その体内にあるカドゥとかっていうのは、今後それどうなっていくだすなんだすかね。ちょっと登っていくか。そんなことは、かなかかな。あの空洞かな。さあ、ここだ。あ、ピー、ピーって。これあれだって、バイオハザードアフターレビューになってザ・ファイナルから取ったやつ、ね、ザ・
ザ・ファイナルの先だってね、確かね。これでよう巻き込まないです。危なかった。で、なんかアイテムあったあった。取ります。で、ここは、ああ、スクラップあるんだね。オッケー。特に情けだね。で、まだ焦げてる。めっちゃ熱ってる。これでまた戻ってきましたってところか。これでなぜか地下行ったらあれなんだよな。停電が起こってるんだよね。なんでなんだろうな。停電なんか起こ、これか、あれなんか。電気を生み出していたあれなのかな。だって最初のあの横向きでくぶくるあのそのゾルザーとジェットがいるところなんかはね、スクラップ作ってる感じのところだったし、だからこれが電気を生み出してた。でも電気生み出、あれでも電気生み出してなかった、生み出したでしょ。ここも暗くなってるはずだな。なってね。わっつ、あの女がもうすぐローズを使って儀式を始めるだろう。そうすりゃ何もかも終わりだ。ローズはその儀式に必要なことってマサミなんだか思ってたけど、君はなんでその特別な存在であるってこと、ローズがそうだって存じてらっしゃるのかって不思議にならないんだ。とりあえずショットガンの弾を手に入れてみよう。バカな女だ。それだって力を運命じゃなくて、単純にさ、自分の娘だから可愛いんだぜベイビーっていうね、それが大事なわけですよ、娘っちゅうのはね。ローズを子供持ってみたらわかるよ。子供って本当に可愛いんだから、もう自分の全てを捧げて子供のために生きるっていう風に思えるくらいだからね。まだなのか。歩いたりとかしたらさ、たまんないよ本当に。さて、じゃあここに召喚イデオデューク再びで、来てるのはいいんだけど、来てるのはいいんだけど、こっちで確か、あれだよね。あ、なんだ、あ、違う、まだだ。なんだかんだ工場終わりとかと思ったけど、そうだ、鍵作んなきゃいけないから、まだだった。で、こっちで、ショッペン。で、アイテム取って、で、ここでインディンジョーンを使おうか。ドゥドゥルドゥー、ドゥドゥルー、チキッチキ、うわぁ。これ取って、終わり、かな。よし、じゃあ、次回パートで地下潜っていって、鍵作って、そこでなんかそびえてる扉ガチャコンって開けていくっていうところまでをとりあえずやっていこうかな。うん。よし、じゃあ区切りがいいところまでね、来たんでね、この辺りで一旦パート終了したいというふうに思います。次回進めせん、B4 なんだ。うん、B4。硬そうだね。はい。ということでね、本日もね、動画最後までご視聴ありがとうございました。ここのトーテムはぶち殺してるのかな？ないもんね。よし、じゃあね、ぜひね、次回もね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押しながらね、この工場から出れますようにっていうね、応援コメントをいただけると嬉しいでゴンス。地下、なかなか深いですね。はい。ああ、ちょっとアイテムだけ見ておこうか。ああ、ここら辺とかも、まあ、もうパッと売っちゃいますか。クォーツ高いんだね。キー、10万。10万ありゃ、ちょっと改造できるか。うん。うん。威力無理。じゃあ、いっか、この辺りでね。あ、12万か。無理だね。10のカスタムを受けたまわりますよ。ということでね、この辺りで区切りたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。